皆さんこんにちは、賃貸の先の中島です。本日私は奈良女子大学から歩いて約2分の場所にございます 1DK の、賃貸マンションベルドミールという物件にやってまいりました。こちらが洋室のお部屋となっておりまして、こちらテレビを置いていただいて、そしてテーブル、ベッド、そういったものを置いていただいても、まだまだですね、お部屋にゆとりのあるそんな空間がございますので、こちら初めての一人暮らしにもとってもぴったりのお部屋となっております。こちらのお部屋は南向きのお部屋となっておりますので、こちらこのようにですね、バルコニーもとっても広々としておりますので、洗濯物などもしっかりと干していただけます。またこちらのお部屋にはこのようにエアコンも最初から1台設置されておりますので、ご準備の心配もございません。収納スペースもこのように奥行き、高さ、横幅と十分にございますので、コートや衣装ケース、そういったものをね、置いていただいて、こちらお部屋の中をすっきりと使っていただくこともできますね。またこのようにですね、こちら移動式のハンガーラックなどもございますので、こちらにコートをかけて置いていただいても便利かと思います。そしてこちらのお部屋はですね、このように大きな扉で仕切られておりますので、こちら閉めていただいたり開けていただいたりということで、こちら、とても出入りがしやすい、そんなお部屋となっております。そしてこちらがキッチンスペースです。キッチンスペースはこのようにシンクも広々としておりますし、調理スペース、そしてこちら2口の、電気コンロが設置されておりますので、こちら IH のクッキングヒーターとなっておりますので、こちらとても使いやすい、そんなキッチンスペースとなっております。また調理器具の収納にもですね、大変便利に、釣り戸棚にも、そして下にもですね、このように収納スペースがしっかりとございますので、キッチン用品を大変多く収納していただきます。冷蔵庫などはこちらに置いていただいて、そして空いてるスペースに食器棚などを置いていただくととってもいいと思いますよ。またこちらの物件はですね、エントランス部分がオートロックとなっております。こちらオートロック部分にモニター付きのインターホンということで、こちらエントランスに誰が来たのかっていうのをお部屋の中にいながらよく見れるので、セキュリティ面もご安心ください。そしてこちらが水回りとなっております。こちら入ってすぐのところに室内洗濯機置き場、そしてシャンプードレッサーとございます。奥にはお風呂場がございます。こちらお風呂もですね、湯船にしっかりとお湯を溜めていただいて、ゆっくりと使っていただくこともできますし、天井には浴室乾燥機もございますので、こちら冬のジメジメとしたシーズンでも、洗濯物をよく乾かすことができますね。お手洗いもこのようにウォシュレットタイプとなっておりまして、そして、お手洗いの中にですね、トイレットペーパーなどを、収納していただけるように棚もございます。そしてこちらが玄関スペースです。玄関スペースにはこのように下駄箱もございますし、このように姿見もございますので、お出かけ前の、身だしなみのチェックもしていただけます。はい、いかがでしたか。これだけですね、とっても綺麗な 1DK の賃貸マンション。気になるのはやっぱり賃貸条件ですよね。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。賃貸のまさきでは、奈良女子大学、奈良県立大学、奈良教育大学の学生生協と提携しております。新入生の方はもちろん、各大学の学生様でしたら、本来でしたら仲介手数料といたしまして、家賃1ヶ月分の消費税をいただいているんですが、学生生協提携店ということで、仲介手数料皆様半額とさせていただいております。奈良のことに詳しい弊社ルームアドバイザーが皆様のお部屋探しをお手伝いいたします。ご視聴ありがとうございました。